一番最初は桜たまたま傷んでるのを気がついて、なんとかできないのかなと思ったのが一番最初のスタートになった。ろう者と一緒に種まいてるんだけど、もちろん桜咲けばピンクと黄色でより綺麗になりますし、こうやって巻いたのもですね、木の真ん中は全部腐ってしまって、中はずっと空洞になっちゃったんですね。新しいには伸びるようになってます。ちゃんと人間が手を加えれば絶対元気になるよということで、今子供と一緒に包帯巻いて元気になるようにやってます。だから桜が好きだったっていうよりは、一番この国立町が好きだったから、もっといい町になるように、で今たくさんの子供と一緒にやってるのも桜をきっかけに、もっと町のことに関心を持ってもらって、もっと今しなくてもらってもらってやってます。五山に行くのに、で花の中を通っていけないかという最初の発想だ。やっぱりお客さんが大勢見えることなんで、これがゼロじゃおそらくやんないでしょ。チュイチャーのアジサイ茶っていう、アジサイから取れるお茶ですよね。それをちょっと開発したいということで、町主さんにご相談に上がったと。このアジサイ山の維持管理っていう部分が、町主さんもご高齢になる中で観光地がなくなっちゃうのは寂しいなっていうところで、町主さんに教えてもらいつつ、よりいい場所にしたいなってことで、仲間と一緒にやって、